久保さん、久保さん、100万、ありましたね、100万事件。<laughs> 3億円事件みたいな感じで、100万事件にしましょうか。100万事件ありましたね。まあ、あれはですね、あの、まあ、4年前150万ぐらい車検がかかったんで、まあ、あの、次の2年後だったかな。で、まあ、あの、前回の車検でそれぐらい金か,かかったんで、一応その担保してたんですよ。 まあどれぐらいかか、まあ修理費かかりますから、なんで、まあ一応その車検用に一応キャッシュ残しといてたんですよね。で、そのキャッシュを、まあそのね、深夜のファミレスですよ、深夜2時、深夜1時ぐらいから朝4時ぐらいまで喋って、で、まあこのお金は、まああの、それ用に取ってる金だから、お願いしますよと。っていう、すごく言って、 ま貸したんですよね。だけど音信不通みたいな <laughs>。一応戻ってくる前提だったんで貸したんですけど、まあそれは返ってこなかったと。あれはね、僕はもう厳しかったですね、あ時もうーん。そう、きつかったですね。めちゃくちゃ、まあ、 まあお金が戻ってこなかった、その時連絡がなかった、お金が戻ってこなかったのまあ、実質きつかったのもあるんですけど、やっぱ連絡がいなかった。要は、借りる時は、それ3時深夜ね、本当朝方4時ぐらいまで話してたんですよね。だから、そんだけ話して、何の連絡がもなかったっていうことが僕は、あきつかったですね。うーん、なんかまあ、 まあもちろんあったらあったで、まあなんかやり合いすると思うんですけど、ただその時に僕が思ったのは、まあ自分が貸してしまったのは自分の責任があるなっていうしかないですよね。うーん、なんかそのやり合う、まあ多分ね、僕が一方的に電話かけまくるとかね、なんかやればなんかまた違う方向になったのかもしれないですけど、僕はその時にどう思ったかっていうと、自分の自己責任だなっていう。 うん、自分が貸した振り込んだ、うん、それはもう自分だ,だから、うん、だからまあ自分が悪いなとだからじゃあどうするっつってそこでまああのコンサルね今までやりたくなかったんですけどコンサルっていうのを商品売っ,たんう売ってまあ、うん、その壁を乗り越えたというか。 で何が伝えたいかっていうと、結局ね、自分の責任としてうう捉えて、じゃあそれをどうリカバリーするかっていうふうに前に進めるか進めないかが大事だと思うんですよね。で、しっかりとそこで、なおかつ乗り越えるっていうことはどういうことかっていうと、まあ実際僕は100万、うん、消えたわけなんですけど、まあそのコンサルをね、販売して150万ぐらい、150万以上作て1 8 0万ぐらいかな作ったんですよ。だから結局プラス80万みたいな。 でもその事件がなかったら、多分それやってないですよ。商品売ってないですよ。だから、んまあ、僕はね、結果を出したんで、まあ、そうは言えるんですけど、まあ、言いたいことは結果を出さないだ、まあ受け入れた上でしっかり乗り越えていくっていうことが人生において大事かなと。うんなんか受け入れ まあ自分の責任だなと思ったとしても、お金はもうないっていう事実はあるので、じゃあどうするって話なんですよね。だそれを乗り越えられない、お金を作れなかったら、僕はその時に終わってたと思いますし。本当ね、毎日ね、震えるまではいかないですけど、不安ですよねこれ売れな。これ売れなかったら俺終わりだぞみたいな。どうやってキャッシュ作るみたいな。だから結構真剣にね、プレゼンテーション資料をね、作ってね。 フリーのプレゼンテーション資料しっかり作り込んでやりましたからね、その時は。こけたらもう終わりという状況だったんで。うん、で、しっかりまあ結果出して、まあ、プラスに持ってきましたけど、この、まあ、額はちょっと一般の人からするとね、大きいかもしれないですけど、まあ、ちょっとしたことですよね。例えば、 あのコンビニでね、1000円の買い物したとするならば、1000円はなくなったという事実に対して、じゃあ、その、じゃあ、その1300円稼ぐことを考えてるかって話なんですよ。でもこれ、給料をもらってるだけだと、考えないですよね。うん、僕は常に考えてるんで、これ買ったら、じゃあ、この分どうやってか稼ぐかっていう、常に買ったら、そのお金がなくなるという事実があるので、じゃあ、それをどう取り返していくのかっていう、もう常にこれをもう、めちゃめちゃ考えてますね。 めちゃくちゃ。お金は使えばすぐなくなります。だけど、あのあの考えてしっかりとそれビジネスをやれば、それ以上の利益っていうのは得られるわけですよ。でも、それを考えてないわけですよね。日頃の生活からスーパーに行く。まあ、考えてることがあるとそれならば節約ぐらいですよ。でも節約してもお金は増えないので、それそうですよね。今ある分の節約ですから、増えてないですよね。 増えてるように見えるか、見えてる人もいるかもしれないですけど、増えてないんですよね。ただ、お金がちょっと残るだけであって、か増やすってことを考えないといけないんで、収入を上げるということは。1000円の買い物したら、1100円、じゃあどうやって稼ぐっていう。じゃあ30万の買ったら、じゃあ35万出す。じゃあ5万35万出せば5万利益出るわけじゃないですか。だかその積み上げですよ。 100円のもの、ジュース、ジュース100円のものが買ったとしても、じゃあこれ100円どう稼ぎに行くか、150円稼ぎに行くか、これは考えて実行するプロセスはできるはずなんですよ。100万円無理だったとしてもね、じゃあ10円どうすか。これ、ここまで落とし込んでね、できないってことはないと思うんですよね。 まあ10円のものを買ってね、まあ10円、大人になって10円のものを買うことはないと思いますけど、10円のものを買ったら年するならば、30円稼ぐためにはどうすればいいのかな。じゃあその30円稼ぐことは難しいのか。あんまり難しくないですと思うんですよね。だけど考えてないんですよ。そのね。それを考えてないからそこに行き着かないし。うん。だからこれ、これは本当日頃からね、ビジネスをやるっていうことは、 その本当に細かいことも常に考えていくっていうことが大事ですし、小さいその壁を乗り越えていく、結果を出していく。それをしていかないとダメですね。だから一般の人がビジネスをやってもなかなか結果出ない理由っていうのは、やっぱ考えてないんですよね。生活レベルでビジネスを考えてない。それがもう、それって大変じゃないですか。 とかある,じゃないあるかもしれないですけど、まあ、僕からすると歯磨きみたいなもんなんでそれは習慣化なってるわけですから歯磨き大変じゃないですかって言われたらどう返します歯磨きって大変じゃないですかって言われたらあなたはどう回答しますか何が大変なのって言いますよね多分どうすか多分言うでしょでもちっちゃい頃ね歯磨きね、まあ、大和くんどうか分かんないですけど多分ねウえーってなりますよ 多分僕も多分、飢えて、ね、すげえなんか泣いてたような記憶あるんで、なんか、だって変な、なんかね、まあ、メロン味とかイチゴ味ありますけど、なんか嫌じゃないですか、あれ。いやー、みたいな。いや、だって、それ今余裕じゃないですか。でも嫌だったんですよ。大変だったんですよ。歯磨きも。<laughs> だから、それ習慣化になるぐらいまでやるって、だから動画もね、久保さんのところのリレーやってますけど、何の苦痛でもないわけですよ。別に。 だけど、一般の人から見ると、なんかその頑張ってんのかなとか、なんか気持ち悪いなとか、すげえやってんなとか、なんかいろいろ思う人いるかもしれないですけど、別に歯磨きしてるようなもんなんで、久保さんとのやりとりなんかは。僕、久保さんとのやりとり以外にもいっぱいまだ動画撮ってますから、今日も10本以上動画撮ってますから。なんで、だそこのね、まあ、久保さんが言ってましたけど、1万本基準でやってる人しかわからないっていうことですよね。 歯磨きを1万回ぐらいやってません大人になってたら。ちっちゃい頃から歯磨きしてたら多分歯磨き1万回ぐらいやってると思うんですよ。まあ、歯磨き苦痛すかって話で。だそれはなお身ごし、なんか身近な生活に落とし込むとやってるはずなんですよね。うん。だそれをただネットでやるっていう、ここを習慣化する。だから負荷はめっちゃかかりますよ。最初はね。非常に大変だし、負荷はかかるかもしれないですけど、うーん。 これを習慣化するっていうことは、人生においてどれだけプラスになるかっていうことを、価値を考えると、習慣化するぐらいまでやった方が、歯磨きレベルでできるようになった方が、めちゃくちゃいいと思います。うん。歯磨きするレベルで、常に考えるってことですよね。だから考えてないんですよ、もはや。考えてないですよね。だから当たり前なんで。うまく説明できないですけど。<laughs> まあそんな感じです。だから、生き切った人しか分からないと。ただし、あなたも分かることはあるよね。歯磨きは1万回ぐらいやってると思うんで。難しいですか、歯磨き。うん。多分、歯磨きめっちゃ簡単にできると思うんですよね。でも、ちっちゃい頃は嫌がって泣いてて、わーってやってたと思うんで。うん。何を習慣化するかで人生は変わりますね。いってらっしゃい。